大丈夫ですかね。はい、じゃあ今日来てくださった皆さん、こんにちは、清香です。こんにちは。こんにちは。いいお声が聞こえました。ユーストリーム番組を見てくださっている皆さんもこんにちは、清香です。よろしくお願いします。今日はですね、清香のお友達を呼んできております。ギターの久保田敦志くんです。あっちゃんって呼んでください。あっちゃんって呼んであげて。さん、はい、あっちゃんもう一人実はお友達を呼んでいます。なんかね、四角い木の箱に座ってるお兄ちゃんいるでしょ。カズーくんです。あれはカズーポーズです。みんなでじゃあカズーポーズカズーくんって呼んであげて。さん、はい、カズーくん。あれ、呼ばれたのにお返事しないねじゃあみんな今日は一緒に仲良く遊んでください。よろしくお願いします。じゃあそのままお手手出して、一緒にじゃあね、お手手を使って遊びたいなと思います。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう、右手がグーで、左手もグーで、ドラえもんドラえもん。大人の人も恥ずかしがらずに一緒にやるんだよいくよ。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう、右手がチョキで、左手もチョキで、カニさんカニさん。お、上手にチョキできたね。できるかな、カニさん。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう、右手がパーで、左手もパーで、ウサギさんウサギさん、ぴょんぴょん。できた。じゃあ次、最後何かな。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう、右手がグーで、左手がチョキで、カタツムリカタツムリ。カタツムリさんできた。あ、上手。じゃあカタツムリさんの歌をみんなで歌いたいと思います。知ってる人一緒に歌ってね。絵見えるとこ来ていいよ、こっち来ていいよ、ママも一緒に来ていいよ。じゃあカタツムリの歌、一緒によかったら歌ってください。お、じゃあ一緒に歌ってほしかったな。まあいいかこんにちは。まだまだね、遊びに来てくださった方がいます。と誰が出てくるかな。あたるくんたちもじゃあこっちにどうぞ。絵が見えるところで、じゃんじゃんじゃん、これだ。あれ、これ誰だ。ペンギン。え、ペンギンこれ誰。ピンポーン、カエルさんでした。じゃあカエルの歌一緒に歌ってくれるかな。はい、じゃあお願いします。臨床できるかな。大人の人は臨床で歌ってください。みんなはそのまま原曲歌ってね。 OK、 じゃあいくよ。さ
人も子供も上手に歌えました。いいお声やったね。じゃあ、あたるくんちょっとね、マイクはね、あの触るのなしね、こっち来ても大丈夫やけど、ハゴンってなるからね。ではでは、じゃあまたちょっとお手手使って遊びたいなと思います。じゃあ手出せるかな。手を頭、肩、お腹、お膝、できるかな。頭、肩、膝、ポン、膝、ポン、膝、ポン、頭、肩、膝、ポン、目、鼻、口、目、早い、できたかな。お目、目、お鼻、お口、目、お、できた。できない。お、もう一回じゃあやってみよう。いくよ、3、はい。頭、肩、膝、ポン、膝、ポン、膝、ポン、頭、肩、膝、ポン、目、鼻、口、目。わっ、みんな上手。じゃあ上手にできたからちょっと早くするよ。できるかな。いくよ、3、はい。頭、肩、膝、ポン、膝、ポン、膝、ポン、頭、肩、膝、ポン、目、鼻、口、目。お、できた。できた人。できた？簡単だった？うん、簡単。お、じゃあもっと早くしちゃうよ。できるかな。3、はい。頭、肩、膝、ポン、膝、ポン、膝、ポン、頭、肩、膝、ポン、目、鼻、口、目。できた人。できた。もっと早くしてもできるかな。できる人。お、いい返事が聞こえた。じゃあ早くやるよ。3、はい。頭、肩、膝、ポン、膝、ポン、膝、ポン、頭、肩、膝、ポン、目、鼻、口、目。できた人。早すぎたね。いやでもみんなすごい上手。じゃあ今度指出るかな。みんなで美味しいおにぎりを作ってお弁当を作りたいと思います。これくらいのお弁当箱に、お、おにぎり、おにぎりちょいっと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき。おいしいお弁当できたかな。いただきます。もん、おいしい。では、お話始まるよ。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 おむすびコロリン。昔昔、あるところに一人のいいおじいさんとおばあさんがいました。ある日のこと、おじいさんは山へ木を切りに出かけました。コーンカーン、コーンカーン。おじいさんの木を切る音が山中に響きました。お日様が真上になりました。おや、もうお昼か。さーて、ひと休みしてお弁当を食べるとしようかな。おじいさんはお重箱の中からおむすびを一つ出しました。おばあさんの握ったおむすびはめっぽううまいんだ。ではいただきますよ。おじいさんはにっこりしておむすびを食べようとしました。ところが、どうしたはずみでしょう、おむすびをポロンと落としてしまいました。おむすびは山道をコロコロコロリンと転がり出しました。おじいさんはおむすびを追いかけました。こら待て、こら待て、おむすびさん、どこまで行くんだ、待ってくれ。けれどおむすびは待ってくれません。コロコロ
コロコロコロ転がって、あコロンと穴の中に落ちてしまいました。あれもったいない。おじいさんががっかりして穴の中を覗くと、おむすびからりんすったんたん、コロリンからりんすっとんとん、穴の中から楽しそうな歌声が聞こえてきました。おやま、穴の中に誰かいるのかな。おじいさんは不思議に思いました。そしてもう一つおにぎりを穴の中に落としてみました。すると、おむすびからりんすっとんとん、もう一つコロリンすっとんとん。おじいさんは嬉しくなりました。おむすびコロリンすっとんとんと踊りながら、もう一つまたもう一つと持ってきたおにぎりをみんな穴の中に落としてやりました。やれやれ、おにぎりはなくなった。代わりに今度はお重箱だ。おじいさんはお重箱を穴の中に落としました。すると、お重箱コロリンすっとんとん、おじいさんもおいでよすっとんとん。おじいさんは吸い込まれるように穴の中にコロコロと転がっていきました。転がりながらおじいさんは嬉しくてたまりませんでした。穴の底は広々としていました。花がいっぱい咲いていて、いい匂いがプンプンしていました。そこはネズミの国でした。ネズミたちが歌いながら踊りながら餅をついていました。おむすびコロリンすっとんとん、いくつもコロリンすっとんとん、おじゅうもコロリンすっとんとん、おじいさんもコロリンすっとんとん、100になっても200になってもにゃんこの声は聞きたくない。コロリンコロリンすっとんとん。おじいさんはウキウキしだしました。餅つきが終わりました。ネズミたちはおじいさんを取り巻きました。おじいさん、ようこそおいでくださいました。また先ほどはおむすびをたくさんありがとうございました。みんなでごちそうになりました。おかげで力がついて餅つきがはかどりました。いやいや、楽しい歌を聞かせてもらいました。こちらこそお礼を言いますよ。さあおじいさん、おにぎりのお返しです。たーんとたーんと召し上がれ。ネズミたちはおじいさんにつきたてのお餅をごちそうしてくれました。ああうまい、こんなにおいしい餅は初めてじゃ。おじいさんはあんころ餅やきなこ餅をお腹いっぱい食べました。ごちそうさまでした。おじいさんはどっこいしょと腰を上げました。これでおいとまいたします。おじいさん、これはお土産です。どうぞ持って行ってください。ネズミたちはお餅をどっさりと金の小槌を一つくれました。さようなら、おばあさんによろしく。さようなら、ネズミの皆さん、お元気でね。ネズミたちはおじいさんを穴の外まで送ってくれました。おじいさんは家に帰るとおばあさんにお餅のお土産を渡しました。まあまあ、こんなにどっさり嬉しいこと。
よかったね、おばあさん。今度はこれだよ。おじいさんは金の小槌を振りました。するとどうでしょう。お米やお金や欲しいものが何でもザクザクザラザラ出てきました。おじいさんとおばあさんは大喜び。近所の人たちにお米やお金を分けてやりました。隣のおじいさんは羨ましくなりました。よし、わしもネズミの国に行って宝物をもらってこよう。次の朝早くおむすびを持って山へ出かけていきました。ほれ、おむすびだ。隣のおじいさんはネズミの穴を見つけておむすびをポーンと落としました。隣のおじいさんは欲張りじいさんでした。みんな落とすのはもったいない。残りのおむすびはわしが食べよう。もぐ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 、パク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 。おむすびを残らず食べてしまいました。それ、行くぞ。欲張りじいさんは穴に飛び込みました。穴の底はネズミの国。ネズミたちがペッタラペッタラ餅をつきながら歌を歌っていました。おむすびカロリンスットントン、コロリンカロリンスットントン、100になっても200になってもにゃんこの声は聞きたくない。コロリンカロリンスットントン。ネズミの家には宝物がたくさん飾ってありました。よし来た、あの宝物をみんな取り上げてやろう。にゃーごにゃーご、みんなも一緒に。にゃーご。欲張りじいさんは大きな声でネズミの嫌がる猫の鳴き真似をしました。あたりは急に薄暗くなりましたと思うと、ネズミたちは欲張りじいさんに飛びかかりました。引っかきます。着物をズタズタに噛みちぎります。許せ許せ、許してくれ。欲張りじいさんは頭を抱えてうずくまりました。あたりが静かになりました。はっと気がつくと、欲張りじいさんは穴の中で一人ぼっち。ネズミたちはいません。ネズミの家も宝物も消えてなくなっていました。欲張りじいさんはおんおん泣き泣き、傷だらけの体をさすりながら立ち上がりました。さて、欲張りじいさんは穴の外に出られたのでしょうか。おしまい。じゃあまたお手で出して、トン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 、ひげじいさん、トン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 、こぶじいさん、トン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 、てんぐさん、トン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 、メガネさん、トン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 、手は上に、キラッキラッキラッキラ、手はほっぺた。してた？初めてかな？もう一回じゃあやってみようかな。トン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 、ヒゲじいさん、トントン、あ、トントン、コブじいさん、トン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 、テングさん、トン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 、メガネさん、トン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 、手は上に、キラッ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 、手はお腹。お腹どこ？じゃあ最後ね、今日の前半、最初の一部っていうんだけど、最初のお時間はね、次の曲で最後です。みんなアンパンマン知ってる？知ってる人アンパンマン。知ってる？あ、知ってるみたい。じゃあアンパンマンの歌一緒に歌ってくれるかな？
ちっちゃい声やけど。じゃあね、見てくれてる皆さんも一緒に歌ってください。そうだ嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だ。今を生きることで熱い心燃える、だから君は行くんだ、微笑んで。そうだ嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、ああ、アンパンマン優しい君は、少しトイレ行ったりおやつ食べたりしてちょっと休憩です。また後で会いましょう。バイバーイ。